はい、皆さんこんにちは、ワンダルグルフィッシュです。では今回は銀河英雄伝説バンダイバ銀河帝国編プレイ続きをやっていきたいと思います。ステージ7カストロプドーランになります。では早速シナリオ導入部分見ていきたいと思います。銀河帝国の名門カストロプ公爵家、さっきの財務少将であったカストロプ公、オイゲンはその職権を乱用して私腹を肥やしていた。彼の死に際し帝国はその不正に得た資産の返還を求めた。だが、カストロプ公の嫡男、マクシミリアンはこれに反発、その財力を背景にして反乱を企てた。銀河帝国は討伐軍を編成、反乱の拠点、惑星ラパートを目指して3000隻の艦艇が迫りつつあった。これが、マクシミリアンですね。なんか、古代ギリシャの、神聖な職務をまとったような、そういう人ですね。ふん、何が帝国か。父上には文句の一つも言えなんだ、くせに。なんか、画面にはね、後ろの方に女性がたくさんいるのが見えますね。他の貴族への見せしめにするつもりだろうが、そうはいかん。世の力を思い知らせてやるということになっています。それは本来帝国領にあっていいものではなかった。自由惑星同盟の首都ハイネ戦を守るアルテミスの首飾りと同じ戦闘衛星がそこに存在し、討伐軍艦隊をその他で一方的に撃退してしまったのである。マクシミリアンは中立の商業国家フェザンからそれを買い付けていたのだ。この厄介な動乱を鎮めるための指導命令は迅速に下された。アスターテ聖域での勝利により帝国元帥となったラインハルトは、新たに元帥府を開き、その陣営の強化に着手した。まず新たに平民や下級貴族から艦隊司令官を登用した。ワーレン中将ですね。ラインハルトが中佐時代、巡航艦。ヘシューリッヒ・エンチャンの副長として活躍した有望な人物である。独創性はないが与えられた命令を確実にこなすとラインハルトは彼を評している。続いて、コルネリアス・ルッツ中将。軍務省内勤時代のラインハルトに旧式銃の使い方をレクチャーしたこともある銃の名手。いや、これはちょっと知らなかったですね。ルッツが銃の名手なんだ。続いて、ガール・グスタフ・ケンプ中将ですね。まあ、このケンプはね、後に、要塞ガイエスブルクを使って、イゼルロン要塞に攻略を仕掛けた、時のね、総大将、総司令官を務めたケンプですね。探査戦闘機、ワルキューレの元パイロットでもある。へぇー、ワルキューレ乗ってるんだ。なんかケンプってね、異常部大きいっていうイメージがあったので、なんかワルキューレのイメージはあまりなかったですね。続いて、ビュッテンフィルト中将。さっきの第6次イゼルロン攻防戦での活躍をはじめ、猛将と呼ぶにふさわしい武人。そして、メックリンガーですね。参謀を務めていたメックリンガーです。そして、ここからミッターマイヤーですね。シップウォルフ、登場です。そして、総兵器のもう一人、ロイエンタールです。まあ、ロイエンタールもね、後に悲劇的な最後を遂げる、部分もあるんですけども、ここではまず総兵器として登場しています。だいぶね、ラインハルトの方も陣容が整ったと言えると思います。これに加えてもちろんね、キルヒアイスもいますからね。ラインハルトの能力はもちろんですが、キルヒアイスもね、それに、負けずとも劣らない圧倒的な能力持ってますからね。さて、そのラインハルトの元帥府です。カストロプの乱についてです。シェムーデ提督以下、討伐軍3000が首飾りと称する防空システムの前に全滅したということですね。帝国に対し反旗を翻す。
マクシミリアン・フォン・カストロポに対し2000の艦隊を持って討伐に当たるべし。キルヘアイスがここを統括、統率するという部分です。ミッターマイヤーです。我々にもお声がかかると思っていたかなと。このミッターマイヤーとロイエンタルもね、中将待遇、まあ待遇というか、まあ中将ですね。まあもう一個艦隊、まあ1万隻以上を指揮するということだと思います。で、今回は少将のキルヒアイスが出陣。まあここで武勲を挙げれば、中将に昇進というところですね。マクシミリアン、わずか2000の敵、まあこれはキルヒアイスが2000で出撃してきたという情報を持っての発言ですかね。さあ3000の艦隊でこの鎮圧に向かった先の鎮圧部隊は壊滅したということなんですが、キルヒアイスには策があるということで、ゼッフル粒子を搭載した工作艦がすでに発進。このことをマクシミリアンは知らなかった。では作戦に入ります。惑星ラパートに向かい、カストロプの乱を鎮圧せよ。勝利条件確認していきましょう。艦隊撃破、ラパートの占領、戦果ポイント1万の獲得。ゲーム時間は30分です。今回は惑星の占領というのがありますね。今までのステージではなかった新しい勝利条件加わっていますので、これもしっかりこなしていけるように頑張っていきたいと思います。キルヒアイス出撃していきましょう。今回操作する艦隊はキルヒアイスと第一艦隊のみですね。艦艇数は2000という情報がありました。全艦出撃です。はい。ここからプレイの方始めていきます。今回の作戦はゼフル粒子を搭載した工作艦を使用します。これを惑星ラパート軌道上に配備されている首飾りに接近させ、誘爆させることでこれを無力化します。その間、我々は一個艦隊を持っておとりとなり、敵の目をこちらに引きつけておく必要があります。誰でも考えそうな作戦だが、それをここまで大規模に行うことはなかなか想像ができない。工作艦が首飾りに鎖をつけるまで、派手に戦ってみせるとしよう。では、まずは敵の艦隊いますので、この敵の艦隊とオーソドックスに戦っていきましょうか。ここにある工作艦はですね、特に操作ができるものではないです。キルヒアイスの艦隊だけですね。まあ、つかず離れずでいきます。損害を広げたくはないですからね。まあ、とはいえ、工作艦の方に敵の艦隊が向かってしまうと、それはそれで困るので。ちょっと工作艦が悪いタイミングで突入しようとしてますね。これ、ミサイルを撃って、一旦敵の注意を、本当にそれこそ引きつけるという動きしましょう。工作艦がやられてしまうと、まあ、元も子もないと。いうところですからね。ミサイル2回目今接射中です。しっかりと敵艦隊にこのミサイル当てておきましょう。
たった2000の艦隊がこれほどやるとは。まあ確かに相対していたこの、カストロプの艦隊の方が数は圧倒的に多かったですよね。ここで首飾りを発動させようということで防衛衛星ですね。これが動き出すという描写です。まあ実際にはもう動き出してましたけどね。では、ゼフル粒子を搭載した工作艦。これを突入させて、首飾りを無力化していきましょう。討伐軍指揮官キルヒアイスです。今ゼフル粒子を使わせてもらいました。首飾りは破壊してあります。降伏するよう勧告するということですね。降伏を進めたキルヒアイツに対し、奴のザレ事に騙されるでないわ。ここで奴の言いなりになって命が助かるはずがない。敵はたったの2000。首飾りなどなくとも我が国の艦隊でひねり潰してくれる。では上空戦に移行してます。このまま敵の艦隊ですね。これを撃破してこの上空戦。制して惑星の占領進めていきます。はい、上空戦も有利に進めて目標としていた戦果ポイントが勝利条件に到達しました。ステージクリアです。再三の説得に応じないマクシミリアに対し長期戦が予測された戦いであったが、ことは意外な形で収束した。我々は悪逆な支配者から解放されたとの伝聞がマクシミリアン艦隊から発せられたのである。マクシミリアンは罪が軽くなることを望んだ彼の従者たちにより殺害されたのだ。こうして動乱はあっけなく終わった。なるほど。まあ内部からね、崩壊したということなんだと思います。ラインハルトの元帥府に戻ってきました。ジークフリード・キルヒアイスは反乱鎮圧の功績により中将へと昇進。これによりローエングラム陣営のナンバー2と誰もが認めることとなったのだ。これでミッタマイヤー・ロイエンタールらと同じ中将に昇進を果たしたキルヒアイスでしたね。では戦闘結果見ていきましょう。クリアランク AS 獲得です。ここまでね、うまくやり直しなんかもありましたが、クリアランク S 継続中です。では、今回はここまでさせていただいて、次回ですね、またこの続きをプレイしていきたいと思います。